皆さんこんにちは。今回はマグマ無限施設作成のための2アイテムであるドリップストーンを探しに、ちょっと遠出覚悟で外に探索に行きたいと思います。探索のためのアイテムとしては、まあまずツルハシとご飯は必須ですね。洞窟を探検するわけじゃないから松明はいらないな。ベッドも手持ちで持っておかないとえらいことになります。畑の範囲を少しずつ拡大して拾ってきた種を植えていきましょう。種2個しか持ってないのにめっちゃ広げるやん。これはホラの血のためにですね。よし、ではいざ外の世界へ。目標はドロップストーン2個です。あまり遠出しすぎると怖いので無難にまっすぐ歩いてみたいと思います。あまり変化ない感じかねー。まあ家の近所なんですし、いきなり洞窟めちゃんこあられても困っちゃいますよね。忘れたとは言わさんぞ。そういえば家の周り縦穴いっぱいありましたっけね。鳥頭め。おっとー、なんか向こうの山白くない？あれ何？雪？野菜かちゃん一体どんな色してるの？本当に雪？あれ？白熊とかいる？多分。とにかく進んでみましょう。でっかい裂け目がありますね。回り込みましょう。うわあ、本当に雪山だ。あたり一面真っ白。ここに見えるのはなんか家みたいな何かですかね。鎌倉的な感じかな。何がなんだかわからないので、とにかく行ってみましょう。雪って落ちると柔らかいイメージがあるんだけど、高いところから落ちてもダメージ食らうのかな。肉ぼこしかないんだから体張るのもうちょっと待ちなさい。言うてる間に到着しました。空いてる。ベッドと作業台とかまど完備のワンルーム。しかも謎のレッドストーントーチ。とりあえずリスポーン位置を確定して、ちょっと進んでみますか。本当に一面真っ白だな。確か氷とかもできている気がします。なんか氷の城みたいなのもあるとかなんとか。雪うさぎさんでしょうか。雪山で野宿って現実だと自殺行為だからな。北海道の友人に張り倒されてしまいそうです。結構深い谷が出てきましたね。
まっすぐ来ただけのつもりですが、すでに拠点の位置がどっち方向にあったか自信は全くありません。テンション上がると忘れちゃうよね。雪山バイオームは出てきたものの村がありませんねー。そもそも雪山に村なんて存在するのか。豪雪地帯にお住まいの皆さんに謝れ。あれは熊さんですね。近づいて見学してみましょう。おっと、これは近づけない予感。なんとか回れそうです。白熊って中立モブ？襲われたりせん？以前開始ポップ1が雪山バイオームだったことがあり、白熊さんにボコボコにされた苦い記憶がありますね。あいつつえー。画面が白すぎて私もなんだか寒くなってきました。熊さんに失った。草原バイオームに戻って安心したいと思いますが、どっちだっけ？なんか向こうの方雪積もってないみたいだから行ってみますか。ところで地図って持ってこなかったのか。ああ、そういえばそんなアイテムありましたね。これだから方向音痴は。いつものバイオームに帰ってきました。やっぱりちょっとホッとするな。さーて、拠点は一体どっちだったかな。周りをぐるっと回ってみましょうか。どっこも見たことないのばっかりですね、こりゃ。本当にどうやって帰ろうか。なんかちょっと掘ってたりとか木を切ってたりとかしたら見覚えあるところ出てきそうなのにな。地図って本当に大事ですね。あれ？なんかあそこに不自然な四角いのありません？嘘だよ、マジか。あれ、拠点ですね。うわぁ、帰ってこれた。道具何にも採取してないけど帰ってきただけよし。というわけで何も採取していないので、もうちょっと周辺を確認してみましょう。成果がないのにお家になんて帰れません。ちょっとは役に立つもの持って帰りたいね。さっきまでは安心していたのに、もう景色に飽きてきた自分がいます。村どっかないかなー。なんかすごい切り立ったところがありますね。ああいうところの近くにあったりしないかな。残念。おや？何か変な形のものがありますね。ついに村かな？これは。周りにあるのあれ家ですかね。なんか思ってた村と違うような。近づいてみましょうか。おっと、夜が近づいてきましたね。では行ってみましょう。
なんか見えてきたの村人じゃなくない？顔の長い何かがいっぱいありますね。これ襲撃者の拠点だ。そうと分かれば長いは無用。今言ったところで殺されに行くようなものです。でもちょっと目の前通って挑発とかしてみちゃいます。さあでは安全になったところで次へ行きましょう。いや見事になんもないなぁ。いつもと変わらない風景ですね。おっとあれまた雪山見えてきましたね。意外と拠点から近いところにあるのかこれ。氷張ってますねこれ。嘘だろマジか。これぞ魔法ことなき村。ついに村を発見しました。さあまず村に着いたらやることは一つ、宝箱を開けさせていただきましょうか。もう山賊や強盗とかと変わらないなお前の思考。見てください小麦の俵もいっぱい。さあ失礼しますよ。宝箱はどこだどこだ。ない。宝箱のない家に用はない次だ。本気で強盗やんけ。小麦の束はクラフトで分解するといつでも小麦にできます。チェストに溜まりすぎた時にはまとめるといいですね。やはりありました畑。ジャガイモと人参をゲットです。なんと村にこんなものまで。これは壊れたネザーゲートです。宝箱はしっかり覗いておきましょう。黒曜石は今の段階では採取する術がないのでしっかり持って帰りましょう。金の塊がありますね。なんとか取れないかな。やっぱり本格的に発言が強盗だな。村を探していたのは貴重なアイテムを見つけることも目的の一つですが、村に住んでいる村人を拠点にお迎えすることも重要なのです。ちびっこが歩いていますね。村から村人を連れて帰るのは一人では非常に大変なので、お友達と協力して連れて帰りましょう。誘拐は計画的に。決して誘拐ではなくお迎えです。マグマの海の中で金塊を掘り返すと、マグマに沈んで溶けてしまってアイテムがロストしてしまうので、このように周りを土で固めて採取します。マグマは流れる速度が遅いので、さっと取ってシュッと回収しましょう。他にも色々ともらってさっさとずらかりましょうか。いよいよ強盗が板についてきたな。これも拠点のためです足からず。おっとあの緑の服は、何の仕事にもついていない無職のおじさんですね。申し訳ないのですが無職の方は、村にいると迷惑がかかってしまいますので、見つけ次第さようならしましょう。次はしっかりお仕事見つけましょうね。では拠点での未来の施設のために、ベルをいただいていきましょう。しばらく後に登場しますのでお楽しみに。さあでは村の中の探索に戻りましょうか。無職さんはさようなら。なかなか宝箱がありませんね。あったと思ったら食料庫ですね。ありがたい。
から鳴らしたくなりますよね。これと言ってもお得になさそうですね。十分探索したので拠点へ戻りましょうか。さて拠点はどっちだったかな？方向音痴定期。皆さんは忘れずに地図を作って持ってきましょうね。後々に地図の作り方もご説明したいと思います。いやー、今日は雪山も見つけて村も見つけて収穫いっぱいですね。今までなかったのがね、いっぱい来た感じあるな。ではお腹いっぱいですので今回はこの辺りで終わりたいと思います。拠点は一体どっちでしょうね。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様また次回お会いしましょう。あれって村じゃね？嘘だろマジ？